p-3c 期帯ビブのマッドブーム sh-60j のアン、アスク -81 マッドバード。使用時にはワイヤーを伸ばして栄光する、磁気探知機は、地表の磁場のわずかな乱れを探知する装置であり、特に潜水艦を探知するための軍用の磁気センサを、指す。軍用の磁気探知機は、地磁気の乱れによって、鉱物を探すのに用いられる、地質調査器具の転用である。 地球の磁場の変動を測定し、研究する実地調査の試みは、1843年以降、科学者によって行われてきた。磁力計の最初の使用目的は、鉱脈の位置特定であった。レンの磁気測定による鉄鉱石鉱脈の調査は、この実用について記述した最初の科学論文である。マッドは安価で使いやすい。 鉱脈発見技術として、ガルフオイルのビクター・バクワヤによって1930年代に開発されたフラックスゲート磁力計を応用したもので、第二次世界大戦において潜水艦を発見するために使用された。マッドは日本海軍とアメリカ海軍双方の対潜水艦部隊によって、先進度を先行中の敵潜水艦を見つけるために船に栄光されるか、 あるいは航空機に搭載されて使われた。日本ではこれを KMX 磁気探知機として採用し、実戦にも使用した。アメリカ海軍は戦後もソナーによる発見技術と並行してマッドの開発を継続した。1970年代 -2010 年代はオプティカルポンピング方式が主流であるが、今後は 超電導技術の進捗に伴い超電導量子、干渉警方式の採用が見積もられる。マッドは通常対戦障害機に装備され、そのセンサーは航空機の胴体の金属や電気機材からの干渉を減らすためにブームの先端に置かれるか、あるいは空中に栄光される。それでも、なお、地時期の乱れや変化を探知するには潜水艦が海面の近くにいて、 かつ航空機も非常に近い位置にいる必要がある。潜水艦の大きさや船体の材質も発見可能範囲に影響する。正確には次期異常探知機であるノートアウトラインジオフィジカルサーベイエングユージングマグネティクスメソッツジャニュアリー16-2004ユニバーシティ・オブ・カルガリー・ハット・ズン・モレスペンサー・ロスト・サブス チャートエルブックス、エジソン NJ、2007、P120、ISBN9780785822264、ビクターバキーア SR、19072009、ジオフィジシストワズ、A マスターオブマグネティクス。ロサンゼルスタイムズ、B24、httpww.ratimes.com、ニュース、サイエンス。 ラミ・バキーヤ24から2009十四24、0、332万8591、ストーリー、告げゆうすけ、紹介機の、尻尾何のため期待交換にわざと生やしている理由とは乗り物をニュース、2020年11月4日閲覧。ありがとうございます。